北陸鉄道も、波5100系電車は、かつて、北陸鉄道に在籍していた電車。全3両中2両は、後年の改造により、もは3760型と改正、改装、改板され、1両はもは5100系のまま、石川総線及び浅野川線で使用された。1951年に、大阪、広瀬車両で、もは5101から5103の3両が、 申請され、石川総線に投入された。同時期に同じく、広瀬車両で、上南線向けに申請された、セミクロスシート車も、波5000型と共通設計で申請されたもので、石川総線発の17メートル級車体の大型車であった。両運転台構造の半構成に、扉車体で、本形式も製造当初は、両サイメントも非貫通構造であった。 前述のようにモハ5000型と共通設計で申請された本形式であるが観光路線向けに優美なデザインを追求したモハ5000型とは対照的に屋根は普通構造とされ窓枠上隅に R はなく車内もロングシート仕様であった窓配置は D2D7B2D で北陸鉄道の車両に共通する事項として低い ホームに合わせるために、客用扉下部にはステップが設けられており、路面電車のように、車体裾のラインが、扉部分のみ少し引き下げられている。制御機は、HL-74 電磁単位スイッチ式、手動加速制御機、手電動機は三菱電機製メガバイト -64、CO1 両あたり4機搭載し、台車は、近畿車両製 KT-10。 蛍光組み立て式釣りや医療式台車を装備する。これらはもは5000型と同一の装備であった。制動装置は SME 非常便付直通空気ブレーキである。1963年にもは5101が事故で被災し、復旧に際しては、両サイ面に貫通路を新設して、ホロワークを取り付け、運転台窓を H ゴム固定化したため、他の2両とは、 外観状祭が生じた。モハ5102.5103の2両についても1969年に貫通化が施行されたが、正面窓の寸法はモハ5101と比較して、一回り小型化されている。なお、同時期には、名古屋鉄道より購入された機器を使用して、石川線所属車両の間接自動制御化、主要機器統一が進められたが、 比較的後年まで関節非自動制御のまま、残存した、本形式は徐々に、第一線から外れるようになり、1969年には、oh、モハ5101が、浅野川線に転属している。1971年にモハ5102.5103、が、前述機器乾燥の対象となり、制御機を、東洋電気製造製 ES-152B へ、乾燥しても、 もは 3760K3761.3762 と解消、解板された。なお、主電動機の換装も同時に施行されたが、もは3761は、名鉄から購入した、東洋製 TDK-516 を、も37は3762は、芝浦電機製造製 SE-102 をそれぞれ、搭載し、 千七3762については台車を、住友金属工業製ケースマイナス30、l 級系釣り合い良式台車に交換している。更新後の側面、見つけその後、客用扉の構成化、戸袋窓及び、側窓上段のエッジゴム固定化が施行されたが、車体の老朽化が進んだことから、三千3750型に続いて1985年に、 モハ3761が、翌1986年にはモハ3762が、自社工場で、車体更新工事を施行された。工事内容は、下記の通りである。この結果、更新後のモハ3750系同様ウィンドーシルヘッダーが撤去されて、ノーシルノーヘッダーの平滑な車体となったが、雨戸井の位置や窓配置等は、 原型と変わらなかったため、両形式は容易に区分できた。なお、浅野川線へ転属した、モハ5101は、更新工事の対象外とされ、1987年に、川窓が、バス用のユニットサッシに改造されるに止まっている。1990年の7000系導入に伴って、石川線全駅のホーム高さかさ上げが行われたため、 本形式も客用扉部ステップが撤去されて、街頭部分の床のかさ上げが施行されている。その後、同系列導入によって、石川線所属の旧型車の大半が淘汰されたが、本形式及び三千3750型については、車例が若く更新工事も施行済みであったため、大体対象から外されて残存した。千七3761は、 石川線の予備車扱いとなり、千七3762は、両運転台構造のまま伝送解除され、区ハ1 3 0 0営、a 区波1301と解消、海板の上で浅野川線に転属した。転属に際しては、前述伝送解除のほか、制御方式の間接非自動制御化及び、台車交換が施行された。転属後はモハ5101と2両編成を組んで、 朝夕ラッシュ時の専用編成となり、石川線ではほとんど使われなかった貫通扉、フォロ枠もようやく活用されるようになった。一方、予備車化された後はほとんど稼働することのなかった、も37は3761は1996年より、旧車となって、剣駅構内に留置された。また、同年12月には、 朝の川線の河川電圧1500ボルト小圧に伴って従来車は全車運用を離脱し、同月30日付でモハ5101区波1301は廃車解体された。モハ3761はその後も旧車状態で残存したが、2006年の7700系入線に先立ち、モハ3750系3751と、 共に代替対象となって、同年10月に廃車となった。この2両の除籍に際しては、輸送費とは、上渡先負担として、一般公募による上渡先を募り、もは3761については、石川県のみ市の旧達の口温泉駅所在地に、近いのみ市立博物館敷地内ののみ伝広場にて、生体保存された。同社が、のみ市域を横断していた。 飲みせんで活躍し、1980年9月13日の飲みせんの営業最終日にも、さよなら飲みせんのヘッドマークを掲げて、運用についていたことが縁で、歴史資料として同士に無症状とされたものである。ありがとうございます。